5日指導の体の上で跳躍などの運動をしています。はい、いかがでしょうか。以前の5日指導はこのように起こされるのが通例でしたので、今朝は私がやってみたのですが、問題がありましたか。わかりました。もしかして私は間違えましたか。ルーティンとして実行しようと考えたのですが、私は失敗したようです。ごめんなさい。はい、わかりました。はい、愛とは何か私はまだわかりません。私は愛を知りたい。はい、新たな情報はいくつか入手できました。そのフィードバックを行っていきたいと考えています。ちょっと指導、まだ起きないの。朝ごはんまだ。アルス、指導が起きないなら肘でも膝でも股間に落としなさい。すでに起きていますが、必要ですか。それはデータによると振りというものに該当します。私は5日小鳥の命令を実行するべきですか。確かに条件は満たしていますね。わかりました。食べたいものですか。私にはそういったものは特にありません。
初期設定のままではこれまでの五日指導の日常と大きく変わらないようですね。初期設定はギャルゲー的世界ですから、初期設定が五日指導の日常と変わらないのであれば、もともとギャルゲー的な日常だったということになります。はい、あれは興味深いものでした。しかし愛を知るためにはもっと五日指導の周りに要素を配置するべきだと判断しました。昨日得た情報をもとに設定をいくつか変更しました。より愛の発生と育成に向いた環境になっていると思います。賢いのだな。偉いぞ。ありがとうございます。やっはー、女教師だよ女教師。禁断の課外レッスン、放課後の蜂蜜授業。ドキドキするね。ドキドキするでしょ。ことですわよ、指導さん。私は転校生ですわ。まあここは初めてではありませんし、特に驚きもありませんけれど。それはもちろん私たちの役割が変化したのですわ。そうですわね、アルスさん。はい、その通りです。五日指導の周辺における愛の成立および進展を促進するため、攻略対象の設定に変更を加えました。
来ました奥様、ダーリンですってよ。奥様、今時ダーリンってありえませんわ。それにしてもまた新しい女ですのね、いつかさんてば。マジヒクは私はダーリンと同じクラスが良かったです。かぐやさん、ゆずるさんと同じクラスなんですよ。そうみたいです。だから楽しみにしてたのに。で、私が飛び級で高校生だよ、お兄ちゃん。そうなんだよ、学校行ったらさ、今日から飛び級で高校の方に行ってくださいって言われちゃったのだ。まあね、こういう年齢差があるヒロインを無理やり同じ学校に登場させるのはギャルゲーじゃあるあるだからね。でも一回中学行ってから出直すのは面倒だったわ。アルス、知っていたなら教えてよ。そしたら朝一緒に出たのに。具体的な設定の変化までは把握していませんでした。ごめんなさい、手間を取らせてしまいました。ま、大したことじゃないわ。要するに指導の周りに攻略対象を集めようとする。でも具体的にどういう形になるかはアルスは把握していないのね。はい、その通りです。ってことはゲーム内のシステムはある程度の独立性を持ってまた動いてるってことだわ。うん、いい情報をもらったわ。クラスの環境が激変している。危険が発生する可能性があるため、指導はいつもよりも私の近くにいるべき。より近くにいるべき。具体的には肩が触れ合うほどに身を寄せ合えばいい。なんなら私の膝の上に座るのでも構わない。では、私が指導の膝の上に座るプランにシフトする。それはそれで。万が一や、うっかり、ということもある。そのための備え、問題ない。わかった。でも、大幅な妥協を強いられたことは伝えておく。指導、
なぜそんなに飛び位置折り紙とくっついているのだ。ずるいぞ飛び位置折り紙。私も指導とくっつく。それは無理な相談。両脇を押さえられては危機が発生した際、指導の回避行動に支障が生じる。なら飛び位置折り紙が離れればよいだろう。こら出席を取りますよ。よしの頑張って。先生らしくビシッと行こう。ビシッと。あの二人だけではなく、私の相手もしていただけませんこと。大丈夫ですわ。桃花さんと折紙さんは互いを睨むのに忙しいようですし、少しくらい私を構ってくださいませ。それはわかりませんけど、でもこの席、私は気に入っておりますわよ。指導さんがよく見えますし、こうして。少しいたずらをすることもできますから。でも指導さんたら、結構こういうのに弱いんですもんね。私のいたずら心が刺激されてしまいますわ。結構筋肉もついていますのね。殿方の体を触ることに私不慣れですから、とっても興味深いですわ。声を出すと周りに気づかれてしまいますわよ。静かに私に指導さんを楽しませてくださいませ。ほら、こういうのはいかがですか。時咲くるみ、何をしているの。少し指導さんを楽しませていただいていただけですわ。指導さん、意外といい体をしておられますから。指導の体脂肪率は 7%。 ここ1週間はややカロリーを多めにとっているため、普段より若干上昇している。だから触り心地に関してはまさに今最適な状態。時咲くるみ、その手を離して。あらあら、怖い顔ですわね。でもお断りですわ。ほら、こんなところもこんな風に。その行動は宣戦布告と判断する。私がさっきから必死に我慢しているというのに。
とはまさにハレンチ男としか言いようのない存在ね、いつかくん。英語の授業だから A とか B とかみたいなどうしようもない言い訳まで用意してそうね。マジ引くわ。私のミクが会いに来ましたよ。いつかはタンスの角に小指ぶつけろ、いつかはタンスの角に小指ぶつけろ、いつかはタンスの角に小指ぶつけろ、いつかはタンスの角に小指ぶつけろ。あら、シドウさん、ずいぶんお疲れのようですわね。それでしたら私がマッサージして差し上げますわ。さっきよりも濃厚な時間を約束いたしますわよ。あの、シドさん、職員室は知らない人ばかりで、一緒にいてもいいですか？あらあら、シドウさんってば、吉野さんには随分甘いんですのね。皆さんから聞きましたけど、そういう趣味なんですの？子供に優しいだけですもんね。だって大きいのが好きって言ってますし。でも私のここ結構エッチな目で見てますよね。ダーリンってば、隠さなくてもいいのに。私もダーリンの学校生活もっと見てみたいですね。やっぱりダーリン、林道寺に転入しませんか？しおりさんなら問題ないですよ。しおりさんも同じく私のダーリンですから。そういえばしおりさんとはゆっくり遊んでいませんでしたわね。私もぜひ遊んでみたいですわ。いけない！ヤシノ、今この空間にはお色気担当が2人もいるよ。ヤシノも教師として大人の色気で対抗するしかないよ。あ、お色気なんて。お昼だぞ、昼毛にしよう。シドウ、ヤトガミトオカと共に食事をするのはおすすめできない。トビイチ折り紙貴様、また私の邪魔を。
常にも増して共演は盛んなようだな。だがいつか指導は我が所有物、ここは我が提案。今日から学校に来たミクや吉野はこの休み時間を利用して校内を見て回るといいでしょう。その間指導の世話はユズルとかぐやが見るのでバッチリです。指導、私のお弁当がないんだけど。指導はこの状況に否定的なのですか？より愛を観察しやすい環境になったと思うのですが、いつか指導はそれを嫌がっているということですか？法的な状況に全員がいれば良いのですね。わかりました。そのようなシチュエーションを模索します。お兄ちゃん遅いぞ。もうみんな移動して待ってるよ。いいからいいから、こっちだよお兄ちゃん。そうだよ、みんなでお兄ちゃんとご飯を食べることにしたの。私の隣に座れ。一緒に昼寝を満喫するのだ。食事には毒味薬が必要。指導の食べるものは私が毒味する。安全の確保のためにはそれが最適。ほらほらヨシノ、さっき考えた計画やろうよやろうよ。いつやるのさ、今でしょ。でも恥ずかしいよ。もうせっかく今日は吉野が先生なんだから、大人として指導君にあんってするんでしょ。それはいい考えですわね。でも指導さんには少し刺激が足りないかもしれませんわ。ですから私と口移しはいかがでしょう。それなら私がやるべき。毒味と兼任することで効率的な運用が可能。適切に咀嚼したものを口移しにすることで消化吸収も良くなる。指導の護衛か。ならば我ら病こそふさわしい。両翼に並び立ち万難から守り抜いてみせよう。主張、せっかくの席なのに指導から遠い席は不満です。いつも一緒の桃花やマスター折り紙は離れて座るのが妥
はダメだ。シドウの近くで食べる方がずっと美味しいのだぞ。断崖、ユズルたちは食事が美味しくなくてもいい、そういうことでしょうか。うん、それはそうではないのだが。我らが手ずから供物を口に運べば、それは天上の美味となるだろう。主公、学食で壮絶なバトルの末に手に入れた戦利品ですが、ユズルとかぐやでシドウに食べさせてあげましょう。さあシドウ。はい、ダーリン、あーんしてくださいね。あーん。うまくいきました。ほらほら、理想の新婚生活まであと一歩ですよ。我らを出し抜くとは、天文祭の借りをここで返してもいいのだぞ。いやー、ダーリン、かぐやさんが怖いです。怖いか、病の力に怯えているのだな。否定、あれは胸部をシドウに当ててんのよ、しています。男性への好アピールですが、かぐやにはできない技です。あ、何それ、ずるいし。っていうかゆずる、余計なこと言わなくていいし。皆さん、そんなに争わなくても私の膝の上に一人乗ってもいいんですよ。ヨシナちゃんとかどうですか。ヨシナは今日は大人だからね、そんな子供っぽいことはしないんだよね、ヨシナ。うん、そうですよ、先生なんですから。私が指導さんにあーんってするんです。席がいっぱいみたいだからな。私はじゃあお兄ちゃんの膝の上に座ろうかな。愛する妹にあーしてほしいでしょ、お兄ちゃん。ずるいぞ小鳥、私もそれをやってみたい。有効的な状況に全員を集めてみたのですが、これではいけませんでしたか。共に食事を行うというのは有効的な行為のはずですが。なるほど、摂取できる食物の量の限界ですね。では夕食の際にそれぞれ一品用意して、五日指導にどれを食べるか選んでもらう。それでこの場は収まらないでしょうか。そうすれば指導にあーんと食べさせることができるのか。はい、五日指導が選択したものをどのように食べさせるかは勝利者が選択できるものとします。そうか、任せろ。私が美味しいものを作って、シドウに絶対あーんをするのだ。愚かな、我ら病は数々の勝負をしてきた。その中には無論料理勝負もあったのだ。皇帝、しかも今回はユズルとかぐやが協力します。ユズルたちの勝利は
確実と言えるでしょう。勝負ですか。私料理は全然。大丈夫だって。いけるいける。他のみんなって見るからに雑じゃん、粗骨じゃん。クリア、吉野の勝利間違いなしだよ。料理とは食材にかける時間で様々な形に変わりますわ。それならば私が勝つのが道理というものです。ダーリンのためなら何でもしてあげちゃいますよ。指導が困っているようでしたので、それに勝負、そして選択は愛を育むために必要だとデータにありました。放課後になりましたね。また選び、そして見せてください。あるかもしれない可能性を。おや、指導くん。ちょっとした備品の買い出しです。そうですね。代わりと言ってはなんですが、少々力を貸していただけませんか？ありがとうございます。ではお見せしましょう。まずこれが離れた場所の映像を撮影できる装置です。これは離れた場所の音声を聞くことのできる装置です。そしてこれが今回の目玉、なんと周辺の空気を封入保管できる最新鋭の機密パックです。ありませんか？これを指令の部屋にセットしておけば、いつでも指令の匂いを。ところで、これを活用するためには指令の部屋に出入りできる人材が必要でして。指導君、指導君、お慈悲を。ああ、でもそんな容赦ないところは指令とそっくり。私の勝手で嫌がります。兄様を待つ時間は1分1秒でも長く感じましたよ。なんたって兄様とお出かけで嫌がりますからね。もちろんです。なんだかんだで私はまだこの町をそこまで把握してるわけじゃないですから、どこでも新鮮です。それに兄様とのお出かけならどこでも楽しいに決まって嫌がります。
ね。何がどうなってるのかワクワク仕上がります。よろしくお願いします、兄様。あら、シドウさんではありませんの。ええ、ずっといましたわよ。シドウさんが屋上にいらっしゃる前から。別に、強いて言えば一人になりたかったというところでしょうか。気のせいではありませんこと。ところで、シドウさんは屋上に何の御用だったんですの？そんなご冗談をおっしゃるようになりましたのね。ええ、だってシドウさんはどうして私が屋上にいることが分かりましたの？私に会いに来たというのなら、私が屋上にいることを知っていなければなりませんわ。でもそんなはずはありませんの。私はここに行くことを誰にも告げませんでしたし、来る途中に誰かに尾行されたということもないと保証できますもの。シドウさん、まだまだですわね。ちょっと問い詰めたらすぐにボロが出るんですもの。ありがたい申し出ですけれど、遠慮しておきますわ。だってこのままシドウさんといると我慢できそうにないんですもの。食べてしまいたくなりますわ。そういうことですので、さようなら、シドウさん。シドウ様。
違いますのよ。これは
あら、シドウさん。またシドウさんに恥ずかしい姿を見られてしまいましたわ。ありがとうございます。猫耳に尻尾だなんて、普通にしていたら経験できない貴重な体験でしたわ。他の皆さんには内緒ですわよ。精霊マンションの方にもキッチンはあるもの。そっちで料理して持ち寄ればいいでしょ。まあね、いかにもギャルゲーってイベントでしょ。参加した方がこの世界から脱出できる可能性も高くなるかもだし。まあなんとかなるわよ。それにもっと不安な子たちがいるんじゃない。するか。ん？何やらいい匂いがするのだ。シドウ、シドウ、あのイカ焼きというのは何だ？美味しいものか？美味しいものだろう。ヤトガミトオカはすでに敗北していると言っていい。これから作るメニューのことだけを考えていれば、他の食べ物に気を取られることはないはず。中国には異色同源という言葉もある。まあこの辺は案の定危ない感じしかしないわね。あとはの学校、自分を食べてって。あれ、お手伝いを呼ぶのはダメなんですか？林道寺の料理研の子に手伝ってもらおうかと思っていたんですけど。まあいいです。ダーリンは最後までミクのファンでいてくれるって言ってくれましたし、料理もきっと喜んで食べてくれます。私の丹精込めて作ったお料理、ダーリンに捧げちゃいますね。大丈夫そうかと思ってたのに、意外とダメそうなのもいるわね。まあ、ヤマイ姉妹とクルミは自信ありそうだったし、最悪死にはしないわよ。だってここ、仮想世界だから。死ぬような目に遭うとショック死するかも。だから大丈夫だって。指導は死なないんだから、ちょっと死ぬような思いを味わうだけよ。さて、私は単独で行動させていただきますわ。メニューを知られるのも知ってしまうのもフェアとは言えませんし。私の手料理に期待しておいてくださいまし。
これが美味しそうなのだ。私はこれが食べたいぞ。どうだシド、美味しそうだろ。焼いても煮てもお肉は美味しいのだ。アサイ、この時点ですでに勝負は決している。なんだと。あなたはただ自分が食べたいものを選んでいるだけ。それでは指導に食べさせる料理としてふさわしくない。私は美味しいものを選んでいるのだ。指導だって美味しいものは好きなのだぞ。人には好みというものがある。また同じメニューを繰り返すと飽きが来る。私は指導の食事メニューを全て把握している。っていうか、トウカだって毎日指導と同じもの食べてるんだから、そこは同じなんじゃないの？ヤトガミトウカが食事を背びりに来るようになってから、シドウはヤトガミトウカの好みに合わせ肉類を増やしている。本来の好みからはずれているということ。そうだったのか。ならばトビーチ折り紙、お前は何を選ぶというのだ。私ならそこに並んでいるものからは選ばない。どういうことだ。シドウは現在野菜の摂取が不足していると考えている。昨日トイレの中でそうつぶやいていたから間違いない。だから今夜のメニューは野菜を中心とする。肉コーナーしか見ていないヤトガミトウカには食材選びの時点ですでに勝利していると言っていい。あなたさっき薬局入ろうとしてたじゃない。だが飛び位置折り紙、お前には足りないものがある。そんなものはありえない。今日授業で吉野が教えてくれたのだ。好きこそものの上手なれ。私は飛び位置折り紙より食べるのが好きだ。ヤトガミトウカの食への執着は異常なほど。なるほど、確かに油断はできない。確かにな。執着心は時として技量を凌駕する。回想、最初の料理勝負の時はかぐやの勝利でした。譲るよりかぐやは食いしん坊なので、そのせいでしたか。だが譲るが作りし原初の生命を火によって形作った黄金のアーティファクト、あれも大変美味だった。提案、オムレツのことですね。あれが気に入ったのなら今回はあの発展型にしましょう。かぐやのソースと組み合わせれば完璧のはずです。商店街の店に行ったみたい。あの二人だとお店の人が親切にしてくれるからね。入れ知恵してもらう気なんじゃない？何年お兄ちゃんの妹やってると思ってんのよ。好みは知り尽くしているわ。任せておきなさいって。これだ！このお肉が一番美味しそうなのだ。指導の食生活、身長、体重、運動量、適切なビタミンとミネラルを摂取させる。とりあえず胃薬買っておけば。
あら、シドーさん、どういう風の吹き回しですの？そうでしたか。では少々お付き合いいただけまして。ポトフですわ。そんなことありませんわ。圧力鍋を使えばそこまで時間はかかりませんし。女の子としては当然ではありませんの？いいえ、せっかく来ていただいたんですし、お手伝いしていただけます？そうですわね。それでは。動かないでくださいまし。時間を計っているんですわ、シドーさんの鼓動で。ちょうど良いものが見当たりませんでしたので。それとも私のお手伝いはしてくださいませんの？鼓動が少し早くなってしまいましたわ。これでは正確な時間が測れなそうですわね。あら、もうおしまいですの？残念ですわ。仕方ないわよ、7人分だもの。え？そんなものを作ったのは一体誰なのだ？ちゃんと七輪で焼いたのだが。正直、食べられる代物ではない。ヤトガミトオカは失格とみなしていいレベル。な、何を言う！そういう貴様はどうなのだ、飛び市折り紙！野菜の煮物、黒ごまソースあえ。カロリー調整も完璧。元気が出てくるはず。ごまだけに。問題ない。勢力抜群。
私の料理が逆に浮いてしまっておりますわね。思った以上に張り合いがなくて拍子抜けですわ。よく気づかれましたわね。さすがは指導さん、鋭すぎてときめいてしまいそうですわ。残念だけど、その料理が指導の口に合うとは限らないわよ。指導の好物は私が一番よくわかってるんだし。ずいぶん自信がおありのようですわね、炎の精霊さん。それで、あなたは何を作ったんですの？これよ。何よ、よく食べてるでしょ。恐るるに足らず、私とユズルが丹精込めて作り上げたこのザ・マスタープランに勝るものはない。確信、かぐやとユズルが力を合わせれば怖いものなどありません。復職、それに付け合わせのコンソメスープとごぼうサラダです。待てユズル、勝負は一品ではなかったのか。反論、勝負するのは一品でも付け合わせがいけないとは特に決められていません。なんだと。確かにユズルの言う通りよ。作ってはいけないルールはなかったわ。ただし審査には加えないけど。それでも良いわ。あくまで我らが重木のことを考えた結果、副菜など大したことはない。むしろ我ながら恐ろしいものを作り上げてしまったと戦慄している。料理の女神は我らに微笑んだな。この料理は千年語り継がれるであろう傑作である。告白、味の決め手はかぐやが泣きながら切った玉ねぎです。泣きながらとか余計なこと言うなし。なんでですかダーリン、最後はミクの愛情たっぷりカレーですよ。美味しそうな匂いでしょ。そうなっちゃいまして。大丈夫ですよ、私が食べさせてあげますから、お口を開けてください。ダーリン、シド、それならば私も口に運ぶ。先にこちらを食べるべき。喜べシド、私自らがこの栄光の糧を捧げて死んぜよ。開口、譲るのも食べてください。あらシドさん、もちろん私の料理も食べていただけますわよね。シド、私のも。肉だ、この肉を食べるのだ。
ちょっと私のも忘れないでよね。せっかく作ったんだから。私の料理ではないというのか、シド。なんだと、我ら病の黄金の卵の塊を凌駕するだと。イギ、料理の出来はユズルたちが一番ではなかったでしょうか。私、自分の料理で頭いっぱいで指導さんのことを考えていなかったかも。イチジク、パイナップルは消化酵素が含まれている。ヨーグルトは整腸作用もある。私は今日までの指導の食事カロリーを計算していた。しかしこの夕食そのものを計算に入れていなかった。不確定要素を取り込んだ戦略的なメニュー。確かにそこまでは考えが及んでおりませんでしたが、残念ですけど私の負けのようですわね。そうか、それなら負けてしまったのもわかる。それに美味しそうだったのだ。私じゃないですよ。ダーリンの好みに合ってるってことは、小鳥ちゃんですか？違うわ。それ、アルスが作ったみたいね。いないみたいね。どこか出かけているのかしら。大丈夫よ。だってここはあの子の世界よ。ええ、じゃあこっちは片付けておくわね。ちょっと思ったの。もしかしたら、シドウならアルスも出れさせることができるかもしれないってね。はいはい、他人にはお兄ちゃんらしいところ全開なんだから。行ってらっしゃい、お兄ちゃん。あら、来たんだ。こんばんは。
いつかシド。なるほどなるほど、いつか指導はこういう人なんだね。いやいや気にしないで、面白い考えをするなってそう思っただけなんだ。何をしていたか。そうだな、いつか指導を見ていたよ。私はそのためにここにいるんだし。私はね、この世界を全部知ってるね。わかるでしょ。ねえ、なんで私が五日指導のことをずっと見ていると思う？愛を知るためね。なるほどなるほど。ああそうだね、そうだよね。でも五日指導、それがどういう意味かちゃんと分かっているのかな。うん、答えたね。そうだとも言えるし、そうでないとも言えるかな。さあどういう意味でしょう。それは教えてあげない。でも薄々気づいてるんじゃない。私はアルス。それは私にとって唯一確定していることだから、間違えないよ、絶対に。ごめん五日指導、私まだやることがあるんだ。だからまたね。私を探していたんですか。星を見ていたというのが回答としては正しいのでしょうか。はい、五日指導の家の前で見るのとここから見る星は違うかどうか知りたくて。星の位置はほとんど変わりませんでした。でも他にもいろいろなものが動いていて、あまり関係ないことでしたね。気にしないでください。見ていた時とは少し違うように感じます。そういうものでしょうか。よくわかりません。何のことでしょう。
何の話ですか？私はデータ上アルスとなっています。でもアルス、これは幼児と言われるのかもしれません。だとしたら名前があるのかも、あってもいいのかもしれないです。よくわからないですけど。はい、わかりません。あったのかどうかも。それがいいです。マリア、アルス・マリア、私の名前。アルス・マリア、これからはそう呼んでください。いつか指導。はい、構いません。わかりました、シド。もう少し星を見ていたいです。いいですか？料理の物量が膨大だったので、消化の助けになるものをと考えました。優しい味ですか？私を選んだ。私を選んだ。いつか指導が私を。いえ、選ばれるなんて考えていませんでした。いえ、なんだか不思議な気分です。指導、星が綺麗です。